チャンネルです。今日は5月9日今初日の集いが終わったばっかりです、はい、国立劇場の今日は初日でございます。もうこれからすぐ準備しなきゃいけないんですが、とりあえず、オープニングだけ撮らせていただいております。この後それぞれの楽屋をなるべくこうちょこっとずつ撮っていきたいなと思うんですが、女優さんのところは無理かな、ちょっとなね、難しいあの男を中心になっちゃうかもしれませんけれども、初日の雰囲気をお伝えしたいなと思っておりますんで、お楽しみくださいませ。それでは頑張ります。たまちゃん、いい？はい、どうぞ。お、もう早速やってますよ。してますね。おはようございます。はい、おめでとうございます。初日おめでとうございます。あ、じゃあ意気込みを一つ言ってみましょうか。いやー、そうだな、もうめちゃくちゃ緊張してます。なんかいつもだとこう先輩と一緒にこうね、こうお芝居ができるので、まあ、こういうこと言っちゃいないですけど、先輩にこうね、全て預けられるんですけど、今回僕らだけだから本当に緊張しますよね、本当に。ですけど、まあ、若さこうゆえの過ちじゃないですけど、 若いからこそのこうエネルギーを、そう、勢いでね、勢いをとにかく大切なことだと思います。でお客さん入るとまた全然違うからね、はい、うん、では頑張りましょう、お互いにね一緒に頑張りましょう。はい、頑張りましょう。お二人さん、はい、はいはい、エリオしてません。はい、早速準備してますね、はい、どうよ、3人だけで幕が開く気分。ちょっと言わないのかな今、来たから今、来たからふりしてるんで、やばいっすよ、幕が開いて、まず僕っすかね、ね、花道から登場するという海之助くん意気込みを一つ、どうでしょう。真面目なことから言うと、うん、ちゃんとお稽古のことで、あんまりね、無我夢中にならずにお稽古通りちゃんと頑張っていきたいと思います。そして、真面目じゃないとこう言うと、うん、お客様を魅了できるように頑張りたいです。でもそれも真面目だよ。真面目か、はい、ちゃんと化粧前にね、こういう風に台本が置いてあってダメ出しが書いてあるというお化粧しながらもダメ出しを読んでるという、もう目いっぱいのパンパン状態で初日を迎えております。その勢いをね、舞台で発揮してください。はい、頑張ります。はい、はい、こっちは石太郎、はい、石太郎は結構始まってからだいぶ経ってから出てるんですね。そうです、実は10分ぐらいは出てこないんで半分ぐらいだね、はい、はい、こっちもこういう白塗りの大きな役で国立で舞台出すのは初めてだもんな。そうですね、はい、はい、こういう役をやらせていただくのは初めてで、うん、まあもうなんとかかんとか、ね、今まで国太郎さんがいろんなことを教えてくださったので、それをまあ 120% 出せたらいいなと。120% ってことは100を超えるわけだね、はい、それはお客様が入ると意外とできたりするんだよね。そうなんだよ、そうなんだよ、本当そうなんだよ。 120% って思ったことが大事かなと、うん、はい、ではお互いに頑張りましょう。お願いします。お願いします。お願いします。芸能女子さん、入りますよ。お、塗ってる塗ってるいや、初日ですね、はい、ちょうど開演1時間前ですね、これね、着灯が入ってますね。あ、そうですね、初日は、ね、初日はこの着灯の音楽が1時間前に入るんですよね、はい、普段は30分前なんですけど、ね、さあ、私も準備しなきゃいけないんですが、本当ね、動画撮ってる場合じゃない、はい、すいませんこの後すぐ準備します江之丞さんはどうも紛争したのを撮れる時間が多分ないと思うんで、はい、じゃあ初日への意気込みを一つ。あ、楽しみに結構バタバタしてないろいろ中条さんとねやり取りしているところもあったりして結構そこがなんだかんだとありますけど、カメラが揺れる、でも結構すがすがしい初日の気分なので、うん、千秋楽まで楽しんで務めたいと思ってます。なんかいい緊張感でね初日を迎えられていいですよね、はいはい、じゃあ頑張りましょう、はい、皆さんもぜひお越しを、はい、お待ちしております。いよいよ初日です、ここは坂目総合のうちの場で、今表では弁天堂をやってますね、これがぐるっと回るとこっちが表になるわけです。
15分前過ぎましたよ。忙しいです。動画？え、あ、頑張るよ。でもね、魚の方で一言も聞いちゃったかな。じゃあお班長頑張ってください。風香るハヤブサのにぎわい、通称カッコレでございますが、これ今ベルが入ってますね。5分前でございます。あ、そうか、僕たちは一回舞台立ったけど、まだそっか、ドキドキですね。じゃあ頑張りましょう。お疲れ様でした。いや、初日終わりましたね。終わりました。まあ数々の、成功失敗。いや、とにかく初日が一応ね、無事に終わりました。千秋楽17日まで毎日やっておりますんで、ぜひ皆さんお出かけください。お待ちしております。大爆笑です。揺れる揺れる。